皆さんこんにちは、キリアです。今日からこちらシティーズスカイラインの新しい街を作っていこうと思います。今回から新しくスノーフォールのダウンロードコンテンツを導入しまして、雪国に街を作っていくことができるようになりました。さらにナチュラルディザスター、災害が起こるものとか、あとマストランジット、いろいろと乗り物が追加されたコンテンツですね。それらも導入してありますので、そのあたりを駆使して、まあ、災害を駆使するっていう言い方は、あれですけれども、そのあたりも含めて、新しい雪国の街を作っていきたいと思います。さあ、では早速、こちら新しいゲームを始める。で、新しいマップ。さあ、そして、この、基本テーマ冬、スノーフォールで新しく作れるようになったマップがこちらの3つですね。この3つのマップがあるんですけれども、こちらのフロスティーリバー、このマップでやってみようかと思います。まず都市名。はい、キリアスノー。もう、相変わらず安直なネーミングですけれども、こちらでやっていきましょう。そして左側通行にして、資金無限化と全マイルストーン解除はせずにやっていきたいと思います。さあ、どんな街になっていくのか。凍えるような寒さ、気温が下がると都市はその分だけ熱を必要とします。高まる消費電力か暖房の需要に備えましょう。暖房の需要。さあ、これがこの街ですね。このキリアスノーの街。もうほんと一面雪ですね。雪に覆われた街。で、この黄色いのがあれですね。この天然資源、肥沃な土地。雪国で農業ができるのか。さあ、そして、こちら右下のところ、気温がこのスノーフォールを導入したことによって表示されるようになりました。マイナス23度。マイナス23度。ものすごい寒さ。これ並大抵の雪国ではないですね。さあ、そしてこの周辺、川が通っていて、大きな川が流れていて、さらに向こうの方に山も見える。雪山がそびえている。そんな感じの、この大地あり、川あり、そして山あり、そういったマップになっています。さあ、そしたらこちらに、道路作っていきましょうか。まずはこの最初の2車線道路しかないので、これをまあ繋いでいきますか。ん？あれ？あ、もう解放されるのか。ん？あれ？あれ、ちょっと待てよ。さっき、あ、そうか、最初にこの2車線道路を敷くと、この4車線道路がすぐ解放されるんですね。初めて知った。そしたらちょっと待て。これ、払い戻しして、ここ最初に4車線道路、太いのを、この高速の出入り口のところ、敷いてしまいますか。んで、高速がまだできないので、ここは、この2車線一方通行道路で、こう、つなげて、行く。こんな感じで、高速とつなげます。いつも最初この2車線道路しか使えないものだと思って、ここの高速の出入り口を2車線にして後になって、交通量が増えてヒーヒーしていたんですけれども、こうやってすぐにできたのか。そしたらこっち側に、まず伸ばしてみましょうか。一応これからの計画としては、この肥沃な土地をちょっと活かしてみたいですよね。肥沃な土地を活かして、ここを産業地区にするんですけれども、この肥沃な土地は農業特区にした場合、土地が汚染されることはないので、この辺に、居住区を、近くに居住区を作っていく。で、この農業特区、前の、水上都市でやった時に、教育を受けていない労働者を欲しがるので、後になってどうしても、人手不足になってしまうんですよね。そうした時に、また、その汚れていない場所なので、居住区に作り変えたり、そういうこともできるので、この近くに居住区を作っていきましょう。そして本格的な産業施設、もう普通の産業施設はこっちの川沿いに作る。という感じにしてみましょうか。なんとなくこう、産業施設って工場とか川沿いにあるイメージですからね。
で、これもまあ普通にやるんなら5番の目で作っていった方がいいんでしょうけれども、ちょっとなんか変化つけたいですよね。こんな感じにしてみますか。ちょっとなんかこっちが欲しいか。あれ、なんか形がずれるな。平行四辺形みたいになってしまう。こんなもんか。これで、まあそんなに、ここ、別にそんな形にこだわるところでもなさそうですけど、これでこんな感じにしてみましょうか。っていうか、今作ってから気づいたけど、ここ、すんごい渋滞しそう。まあいっか。これで、この内側を居住区で、塗っていきましょうか。こういう外側も居住区にしてしまうと、後で道路を伸ばすときに一度建った家を潰さないといけなくなってしまうんですよね。なのでまずはこの内側だけ、もう寒い場所ですから、こうやってみんなで肩を寄せ合って暮らしていってもらいましょう。で、ここを信号なしにして、さあ、そしてあと取水施設ですけども、もう川が上から下に向かって流れているので、この辺に取水施設作って、そして排水施設こっちの方。んで、ここを結んで、そしてこの辺のをこっちまでつなげる。よし。で、あとは電力ですね。最初からこの石炭火力発電所作れますけど、まあこの風力タービンでいきますか。風力タービン、一番風が出るのがこの住宅地の近くか。そしたらここで繋いで、まず下水処理と、電線なしで電気を繋いで、そしてこっちの取水施設と、これはなんだ、岩か。まあ、壊してもいいけど、一応避けていきますか。さあ、これでちょっと時間を進めてみましょう。これで建物が建ってきたら、この、その周辺に、電気を通す。お、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 ちょっと待って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 。よし。そしたらこれで、こっちと、繋いで、さあ、これで、この、キリアスノーの街に、初めての建物が建ち始めました。おー、雪国の家、こんな風になってるんですね。もうみんな雪が積もってる。屋根にも、そしてこの生垣にも。すごいな。この、この、木にも雪が積もっている。さあ、そしてこれすごい吹雪がすごい。この一応天候の変化ありにしているんですけれども、この吹雪がすごいですね。さすが。あ、でも気温はだいぶ上がってきたぞ。気温マイナス7度。さあ、そしたら商業施設と産業施設、需要が伸びてきましたので、こっち側にあんまりいきなり伸ばしすぎても、建設費かかっちゃうか。ここら辺でやっていくか。ここの横線、もう一マス分上にしておくべきだったか。まあ、いっか。これで、まずこっち側は、産業施設は、なんとなくきっちりした感じのイメージで、四角く作っていきましょうか。とりあえずこんな感じで塗って、そしてここ、この街に入ってすぐのところをお店にしましょうか。このキリアスノーの街に着いたら、まず、この商業施設が目に入るという感じにしてみましょう。あ、と、水道か。水道し行って電気は繋がっている。こっちの後、よし、産業施設とここも繋げる。さあ、これで、
こちらに産業施設、そして向こう側に商業施設が建っていく。よし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 。こちらフランク魚肉ソーセージボックスファクトリー、すぐ2キロこれすぐ2キロってよく見かけるけど、どういう意味なんだろう。アイスキューブファクトリー、この雪国で氷を作っているのか。あっと、ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、あ、もう電力が足りない。これ経済、あ、今あんまり何もいじれるものが少ないのか。ここ予算、いや、最初にはもうどうせどんどん電力は必要になってきますから、こちら風力タービン立てていきますか。さあ、これで、こちらの風力タービンが回り始めて、そして向こうの電力不足も解消される。よし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 。さあ、もっと道路を、そんな風に言われている。ただまあ、まずは、なんだこれ、ちょっと待て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 、熊がうろうろしている。熊がうろうろしています。危ない。大丈夫、滑ってる滑ってる。熊今滑ってたぞ。大丈夫かこれ。こんな町、人里のすぐ近くを熊が歩いている。うろうろしている。大丈夫なのかなこれ。人が襲われたりしないか。まあ、もともとこれは何にもない場所で、熊が生きていたところに人間が住み始めたわけだから、まあ、こっちの方が先輩なんですよね。これはトナカイ、トナカイ、トナカイ。すげえ、トナカイ初めて見た。初めて見たって言っても、あれだけど、リアルではないけど。こちらトナカイがうろうろしている。はぁ、あ。トナカイはこの送電線を見て何を思うのか。お、街の方に行ったぞ。このまま行くと、こっちの工場の方にトナカイ行きますけど、トナカイが、お、あ、引き返した。トナカイからしてみたら突如現れたこの謎の建造物、怖いですよね。うわっと、そしてここが、雑貨屋で労働者不足。そしたらもう少し居住区増やしますか。この下の方をいずれ農業特区にしていくので、あんまり高速の騒音が届かないあたり。まあ、もうちょい平気か。この辺まで伸ばしてみましょうか。資金が足りない。あ、やばい。全然気にしてなかった。そしたら、ここを居住区にして、それで、まずはここに、住宅を作っていく。これで住宅を作っていけば、こっちの、ああ、こっちもすごいな。労働者不足は解消されていくと思いますが、今はとにかく人口が足りないですもんね。人口が足りないので、収入も少ないし、そして働く労働力も足りない。さあ、まずはこれで、人口増えていくのを待ちましょうか。おお、人が。この犬も、この寒い街で暮らしていくのか。さあ、ここの家の人がこんな場所に路駐してるけど大丈夫か。さあ、これでこっちの労働者不足、商業施設の方は解消されましたね。あっと、そしてまた電力不足か。これはちょっと今、資金が足りないので、経済で予算を増やす。どのくらいだ ?10% くらい増やしてみましょうか。これで、あ、消えましたね。よしよしよし。あ、そうだ。ここはあれ忘れた。水道を。おーっと、さあ、これで小さな集落、人口380人に達する。まずこちら最初のマイルストーン達成。これで税金と融資、これが新しい機能。そして新しいサービスで、ゴミ、医療、教育。新しい施設、集積場、雪堆積場と診療所と小学校。ちょっと待って。まずここ。あ、なんかちょっと。無駄な。もうちょっと広げてやればよかった。まず、
雪堆積場。雪堆積場は除雪車を送り出して路上の雪を取り除きます。除雪車が雪で満杯になると雪堆積場へ戻って雪を下ろします。雪は堆積場で溶かされ、さらに雪を運び込めます。ほう。まず路上の雪、路上に雪が溜まる。今はまだ大丈夫なのか。これうっすら白くなってるけど、これがどんどん積もっていくということか。そしてゴミの集積場みたいに集めていくけど、雪は堆積場で溶かされる。ということは焼却炉的な感じなのかな。焼却炉というか、まあ自然に溶けていくのか。自然に溶けるのか。自然には溶けないですよね。マイナス今マイナス 13.7 度。なので溶かしていくのか。で、建設費$5,000。まあ、まずはもう少し様子を見ていきましょうか。まだ特に何か、いやでもすぐ作った方がいいのかな。雪の街が全く初めてなので何ともわからないですけど、とりあえずゴミは必要ですよね。ゴミの集積場をこっちの産業地区の方に作りましょう、まず。で、あと診療所と学校か。学校はまだいいか。ここら辺全然施設レベルも上がってないところですし、下手に教育受けさせると教育を受けていない労働者が足りなくなってしまいますもんね。そしたら診療所だけこの辺に作りましょう。よし。さあ、これでここがこの町の診療所。この建物自体もすごい雪が積もっている。うわっと、ちょっと待って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 、これです。風力タービン先にやっとけばよかったな。これで風力タービン3つ目を置いて、そして電力の予算100に戻して、融資受けた方がいいかな。もうお金が全然ないんですよね。さあ、これでこちらの電力不足も解消されていきますね。よし、ちょっと待てよ。あ、そうだった。ちょっと待て、ここしまった。途中で道路が、お金がなくなって道路と引けなかったところだったから、これ真ん中のスペースすんごい空いちゃった。しまった。すんごい空いてしまった。無駄に、ここら辺もう一本ぐらい道路通しておくべきでしたね。ただまあしょうがないか。家潰さないともう建てられないし、とりあえずここはこんな感じでこのまま行きましょうか。で、この騒音がない場所に伸ばしていって、そしてここら辺普通に縦に伸ばすか。あんまりここを、交差点がなんかすごい多いんですよね、この街。この前自分で作っといてあれですけど、あんまり交差点が続かないような感じで、そしてこのスペースを埋める。こんな感じにするか。これでこっち側を居住区で埋めましょう。さあ、これでよし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 、建物立ってきてますね。なんかここちょっとしたサーキット場みたいな感じに見える。さあ、そしたら今回は、わっと、またちょっと待って、ちょっと待って、電気、今発電所、風力タービン作るお金がないので 110% にして、それかもう融資受けてやっていった方がいいかな。とりあえずこれで一時しのぎはできる。さあ、そんな感じでこちら、第1回、この、うわ、ちょっと待って待って、これ、ダメだ。このまま、パーセンテージ増やして、予算増やしていっても、結局、いつかは建てないといけないものだから、予算増やすよりも融資受けましょうか。まず2万ドルの融資、シルバーサンセット銀行から受けて、そしてこの風力タービン。こっちの方か。ここに、そしたら建てましょう。さあ、これで、よし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 。ひとまず大丈夫か。さあ、そしたら今回はこの辺りで終わりにしましょうか。この雪の降る街、キリアスノー。ここをこれからどんどん発展させていきたいと思います。そして最終的な目標としては、現在この最初のマイルストーン380人達成しましたけれども、この後、あ、もうすぐなんだ。750人で次の立派な街になる。あ、そして750人になったら、こちら農業特区作れるようになりますね。そしたら次回はこの農業特区
人口750人にして農業特区を作っていくことを目標にやっていきましょうか。そして最終的な街の目標としてはやはりこのメガロポリス、このマップでは人口6万人でメガロポリスですね。このメガロポリスを目指してやっていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。